パエドフリン・アマウンシスは、パプアニューギニアで2009年8月に発見され、2012年に正式に発表された新種のカエルである。P ・アマウンシスは、体長7.7ミリメートルで、現在知られる、脊椎動物の中で最も小さい。このカエルは2009年8月に、爬虫量生類学者のクリストファー・オースティンと陰性のエリック・リットマイヤーによって、 パプアニューギニアの生物多様性の研究中に発見された。この新種は中央州のアマウで発見された。学名はこの村の名前に由来する。この発見は2012年1月にプローズ1で発表された。ペドフリーインアマウンシスの X 線写真 P アマウンシスは体長7 7ト、mm、ルで世界最小の脊椎動物とされてきたインドネシア産の淡水を ピーディチプリーズプロジェニッティカより0 2ト、mm、ルだけ小さい。この種は妖精の形を取らず、卵からいわゆる生態のカエルの形で孵化する。ピーアマウンシスは体長の30倍の高さに跳ねることができる。行動パターンは白明白母性で微小な無脊椎動物を食する。オスはメスを昆虫を思わせるような高い周波数の鳴き声でメイスを呼ぶ。 他のペドフリーン族のカエルと同様に、ペドフリーンアマウンシスは、熱帯雨林の堆肥の中に住む。ありがとうございます。